どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、テックジーナスデッキのですね、ルート解説。まあ、OCG ではよく展開紹介みたいな、動画ありますけれども、リンクスでもそろそろね、やんないとまずいデッキが出てきたんですよ。それがですね、テックジーナスという、デッキですね。テックジーナスデッキなんですが、シンクロ召喚を連発するんで、結構ルートがね、大変なんですよね、覚えるの。で、一応ですね、今回まとめてきたんで、ご紹介していきたい。まあ、4パターンほど。とりあえず、ま、普通にね、テックジーナスのハルバードキャノンを、出していく。まあ、ブレードガンナー経由して、ハルバードキャノンを出していくという、まあ、ルートが1つ目。それから、2つ目はですね、これが結構強いんですけど、ブラックローズドラゴンを相手ターン中にぶっ込んで、その上で鬼丸も出していくっていう、結構すごいムーブがあるんですよ。これが2つ目。で、3つ目は、妥協ムーブなんですけども、6シンクロモンスター、このインゼストのパードとか、ブリューナクを、相手ターンに出していくというムーブ。で、4つ目が、これ、まあ、今メインデッキに、メインデッキとかエクストラデッキに入ってないんだけど、グリオンガンドを出すっていうルート。この4つ目、までの、このまあ4パターンのルート、これをですね、まあ細かくちょっと、リプレイ解説みたいな、僕のリプレイ解説めちゃくちゃ珍しいんですけど、ここはさすがにちょっと解説しておかないと、めちゃくちゃむずいなと個人的に思ったので、皆さんもちょっと、ぜひね、この動画を見て勉強していただければな、というふうに思います。早速、やっていきましょう。テルトアクセルシンクロ、カモン。さあ、まずは基本ムーブをね、確認していきましょう。非常に基本的なムーブとなっておりますので、あまり難しいことはありませんが、とりあえずですね、揃えなきゃいけない手札、まあ、墓地でもいいんですけども、スクリューサーペント、この、チューナーモンスターと、ですね、化石調査で持ってくるんですけども、テクジーナスブースターラプトルっていう、このモンスター2体を揃えることによって、シンクロ召喚、レベル5のシンクロ召喚が行います。まず、ミセラサウルスで、手札から捨てまして、高い、これ UR なんでね、これめちゃくちゃ高いカードなんですけども、ミセラサウルスの効果で、ブースターラプトルを特殊召喚すると。で、援軍発動して、アサシンライデン持ってくると。ね、ここは、スクリューサーペントをちょっと温存したかったんで、墓地に、スクリューサーペント落ちたじゃないですか。だからこれはですね、ライデンから行って大丈夫です。これ、回収できるんで、スターガーディアンで。これ、ゴシンクロして、まあ、これって普通にね、ハンドル使ってもいいんですけど、スクリューサーペントって、後から墓地から蘇生していろいろできるんで、これなんか残しといた方がね、強いんですよね、手札に。なんでこれこんな感じにしといて、で、回収、スクリューサーペント、で、スクリューサーペント特殊召喚、スクリューサーペント効果発動して、墓地のブーストラップルを、特殊召喚して、グラディエーターを出していく。で、5-5 でシンクロ召喚して、ブレードガンナー出していく。で、テックジーナス、レシプロドラゴンフライをスキルで出して、これインチキ効果ね。これで、レシプロドラゴンフライが、シンクロモンスターを分解してね、シンクロ召喚に成功した、このモンスターの素材を、墓地から特殊召喚できると。で、このモンスターちょっと注意してほしいポイントは1個だけあって、ブレードガンナーのこの逃げる効果あるんですよ、こいつって。1ターン1度、自分の墓地のテックジナスのついたモンスター1体をゲームから除外して、フィールド上の表側表示のこのカードをゲームから除外するっていう。で、次のスタンバイフェーズに特殊召喚するっていう。この効果を使うと、こいつらでシンクロ召喚したっていう情報が失われるんですよ。なんで、もし、ブレードガンナーをこの効果で使った後に、レシプロドラゴンフライ、を出して分解した場合は、これ蘇生できませんので、要は、記憶喪失になるんですよね。誰と誰で作ったかを、の記憶を忘れてしまうっていう。なんで、ここだけ注意してください。あんまりないですけどね、そのパターン。で、5-5-2で、12シンクロ、ハルバード、キャノンと。あ、ちょっと、まあ、召喚ムービー飛ばしますけど。で、こいつはね、言わずもがなで、神の宣告みたいな効果を持ってて、一旦一度自分または相手がモンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚する際に、このカードをフィールド上に表返し表示で存在する場合、それを無効にして破壊すると。だからまあ何出されても、まあ例えば今これサイバーなんですけど相手、まあコアとか、まあフィギュアとかサイバードラゴンとか、あの辺は全部無効にできると。で、フィギュア召喚してきたんで無効にしますと。これね、召喚成功時の効果も無効にできるんですよ。例えばコアとか、召喚成功時の効果あるじゃないですか。サーチするっていうサイバーネティック、サイバーか魔法トラップ。あれ、要は、召喚が無効になるんで、効果発動できないんで、強いですよね。これはまあ、神戦とかでしょ。で、ビリ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 、バコンと。はい。で、サンクセとかいう激ヤバ場面になりましたけども、これ頑張っていきます。で、これちなみに、こいつはね、フィールドから墓地へ送られると、墓地のテックジナスを特殊召喚できる、まあ、蘇生できるということで、まあ、今、こいつらだったら、まあ、なんでも、全部、蘇生できます。この辺。
まあ基本的にはブレードガンナーをね特殊召喚していくことが多いんですけど、まあ、スターガーディアンを特殊召喚してもう一回レベル12進級をしていったりとかいうこともねたまにはしますけど、はい。で、ここでスクリューサーペントを温存したことが少し生きるわけですね。でスクリューサーペント召喚してスクリューサーペント効果で、ブースターラプトルを創生すると。で41でシンクロ召喚できるんですよ。で41でシンクロ召喚していけるのはまあいろいろあるんですけどね、例えば、ワンダーマジシャン、今とね例えばあとそれからスターガーディアン、パワーグラディエーター、これはまあ盤面に落ちて、ちなみにこれ墓地にですね、スクリューサーペントが落ちているので、これレベルを墓地にこいつがいる場合って、この墓地のこのスクリューサーペントをゲームから除外すると、あのテックチナスのモンスターのレベルを1個上げるか下げるかできるんですよ。だから、今ここ4と1で5じゃないですか。だから6もできるし4もできるってことなんですよね。例えばここで相手のモンスターが1体でそいつ勝利したら勝てるっていう場合はブリューナク出してバウンスしてもいいし、あとこういう風にバックがめちゃくちゃ多いと、サイバーみたいにバックがめちゃくちゃ多いっていう場合は、何も効果を使わずにこのワンダーマジシャンで割っていったり、今回はワンダーマジシャンを選択しました。はい。でテクチナスワンダーマジシャンと、でワンダーマジシャンで、このカードを破壊しようと します。でこれでサイバーティックオーバーフローでしたのでサーチが入りますと。はい、でですね、ブースラップの手札から特殊召喚していくと、これなんで特殊召喚したかっていうと、あのテックチナスワンダーマジシャンがこいつもあのテックチナススターガーディアンと同じでメインフェーズ中に相手のメインフェーズ中に、シンクロ召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。だからここ5と1でシンクロ召喚できるんですよね。なんで、6シンクロ相手ターンに例えばインゼクトロンパワードとか、これまたちょっと別のねルートでやりますけど、インゼクトロンパワードとか、ブルーイナフとかが相手ターンで出せると。で相手は必死にサイバンティックオーバーフローでこいつ破壊するが、フィールドから墓地を送られると墓地のテックジーナスをね創生できるんで、ブレードガンナー特殊召喚して2体でぶん殴って勝ち取る、こんな感じの動きに基本的なムーブはねなります。さあブラックローズドラゴンのルートを解説していきましょう。ですね、作り方は基本的にブースターラプトルとあいつですね、スクリューサーペント、あのレベル4の中7のあれを並べるんですけども、まあこういうハンドでもですね、あの結構いけるんですよ。これあのテックジーナススターガーディアンっていうね、こいつの効果で、墓地のあのテックジーナス回収できるんで、墓地にスクリューサーペントが落ちてあのこいつが、出せればなんとかなるんですよね。なんで、この場合はまずですねミセラサウルスの効果使って、テクチナスブースターラプトルを特殊召喚してくると。で、援軍であとはですね、まあ、ライデンは持ってこれるんで、アサシンライデンね。なんで、墓地に、あいつスクリューサーペントが落ちれば準備は整います。はい、援軍落ちてて、感謝のスクリューサーペントと色でスクリューサーペント落ちましたと。で、ライデン召喚してシンクロ召喚テックジュナススターガーディアンですが、スターガーディアンの効果でスクリューサーペントで、スターガーディアン効果でスクリューサーペントを特殊召喚で、ここでいつもだったらこの盤面ね、この1と4のこのシンクロ召喚、ここで、まあグラディエーターとかパワーグラディエーターとかあの出してると思うんですけども、ここでこいつ出すんですよ。テックチーナスワンダーマジシャン、こいつチューナーなんですよ。でチューナーで、で一応テックチーナスモンスターなんで2体ともなんで、スキル発動してレシプロドラゴンフライを出して、でこれでエンドするんですよ。これでチューナー、フィチューナーっていう場面になりましたと。で相手の、メインフェーズですね、相手メインフェーズなんか動きます。ベリーマジシャンガールでなんか、まあ、伏せとかね追加しといて、でここでこれ分かります。今レシプロドラゴンフライとワンダーマジシャンでシンクロ召喚するんですよ。ここで、まあ、2と5でね。でここでブラックローズドラゴン出します。でブラックローズドラゴンの効果で全ぶっぱしますよっていう効果を相手ターンに発動することができます。でですね、その効果にチェーンしてテックジーナススターガーディアンの、モンスター効果を発動するんですよ。そうするとガンダチのアサルト、テックジーナスガンダチの鬼丸さんが出せますと。でこの人は効果で破壊されないわけですよ。なのでブラックローズドラゴンの効果で巻き込まれないと。でしかもこいつはシンクロモンスターのみを素材にした場合って6000打点になるんですよね。だから相手の盤面を吹き飛ばしてここでぶん殴れると。これ対策としては、ちなみにこれ逆にやられた時の対策としては、スターガーディアンの
この効果とか、これね、こうやってね、相手メインフェーズにしか発動できないんで、あのウィッチクラフトとか相手にしてるた時、あのバトルフェーズに入ろうと したら相手変身してきたじゃないですか。あれと同じでバトルフェーズに入りますみたいなボタンを押して相手の動きをあの先に 打たせてからメインフェーズ続けてなんかカードを伏せたりとか、まあ、そういう対策に、ね、なってくるのかなと思います。まあこれも一緒ですね。あのメインフェーズにしか打てない効果なんで、バトルフェーズ入る作業して、相手の効果打たせてからなんかカードを伏せるみたいなことをすれば一応対策にはなるかなといったところでございます。次のルート回避いきましょう。さあお次はですね、インゼクトロンパワード、まあインゼクトロンパワードじゃなくてもいいんだけども、6シンクロモンスターを出すというパターンですね。で、これあのハッピーセット揃ってるんですけど、テックジラスハッピーセットがね、なんですけれども、今回はちょっとあえて、6シンクロ出すあのギミックを見したかったので、ちょっとあの普通にあの552のパターン、あのデルタアクセルしないパターンでいきます。で、普通にね、このパターンですね。これたまにほら、スクルーサーペントないっていうパターンあるじゃないですか。で、あの、スクルーサーペント墓地でも落ちてなくて、できないっていうパターンね。そういう時はもうこれするしかないんですけども。で、スターガーディアンで、ブースターラプトル回収して、ブースターラプトルを、特殊召喚していくと。あ、まあこれスターガーディアンの効果で特殊召喚してもいいし、自分の効果でね、特殊召喚してもいいんだけど。で、特殊召喚して、で、これでターンを返します。これがないという想定なんで、スクルーサーペントなかった場合の想定なんでね。で、これでターンを返すと。で、そうすると、何が起きるかっていうと、まあ、局所飛んできますよと、挨拶されましたよと。で、聖騎士、デッキがぶん回ってきました。で、聖騎士団で、天命の聖剣。で、天命の聖剣でトリスタン装備されて、トリスタン対象にとって、トリスタンが、スターガーディアンを対象にとって破壊しようとしてくると。で、そこに、スターガーディアンの効果、このメインフェーズ中にね、シンクロ召喚できるよっていう、相手のメインフェーズ中にシンクロ召喚できるよっていう効果を使って、5-1 で6シンクロしていきます。でですね、サクリファイスエスケープ的な感じで、でこのインゼクトロンパワードを出すと、これクリストロの時も活躍してましたけども、このモンスターですね、シンクロ召喚に成功した場合、このターン自分は戦闘効果でこれ破壊されないし、自分が受けるダメージゼロになるんですよ。つまり絶対に死にません。ライフポイントを削られるっていう方法で負けるっていうことがないんですよ。だからこれ出しといたらとりあえず生き残るということですね。まあ、ここはもちろんね、あのブリューナクとか出すこともできるし、コーラルドラゴンを出すこともできるんで、まあ、ここはあのお好みで6シンクロ出せればいいんですけども、まあ、インゼクトのパワードが一番勝てえかなっていう感じですね。で、デクシー召喚してコルネオス出されて、コルネオスでバウンス飛ばされるけど、大丈夫と。はい、OK。で、あとは、ハッピーセットまたこれ揃ったんで、ハッピーセット揃った場合はハッピーセットしていいし、墓地にミセラサウルス落ちてるんで、またミセラの効果でね、デッキからブーストラプトルを出してきて、でスクルーサーペット召喚。こっからも同じムーブです。こっから同じムーブなんでちょっと飛ばしますけど、スターガーディアンからのスクルーサーペント展開、スクルーサーペント効果でブーストラプトル蘇生、5-5でこれで、ね、あのブレードガンナー出してレシプロドラゴンフライ、レシプロドラゴンフライ分解、この盤面5-5-2とで、ここで結構よくあるあるなんですけど、これね、ハルバードキャノン出しても勝てないわけじゃないですか。これ1500打点でこっちは、4000打点なんで、まあ、勝てないと。こういう時にね役立つのがねこれなんですよね、やっぱりね。鬼丸さん、アサルトテックジーナスガンダチの鬼丸さん、これあのシンクロモンスターのみを素材にしたあのシンクロ召喚に成功すると、こいつ打点が3000アップして6000になれるんで、これ1500じゃないですか、こいつとか。こいつ。だから、殴ったら勝ちなんですよ。ここで、まあ、ちょっと、心苦しいですけども、テックチーナスをせずに、鬼丸をぶち立てて、で、ここでぶん殴っていくと、これ勝ちです。こんな感じで、キル結構取っていけるんで。さあ、最後はですね、グリオンガンドを、出せるよっていう、ちょっと見せたいなと思います。出す必要性は一切ないんですけれども、ルートの解説のためにちょっと出してきたんで、とりあえずですね、いつも通りの動きをしていくと。で、墓地にね、スクリューサーペントが落ちているのが結構重要なんですよね。これ、今、スクリューサーペントが1枚墓地に落ちていて、で、手札にもスクリューサーペントがあるっていう。こういう状態の時は結構いきます。まあちょっと1回インガー切断されたんで、1回ちょっとスルーして。何も起きませんでした。で、ここからはいつものムーブですね。で、4-1出してスターガーディアンで、スターガーディアン効果で、スクリーサーペント回収して、サーペント特殊召喚して、サーペント効果でブースターラプトルを蘇生と。で、ここでこれです。
墓地にスクリューサーペントが落ちている場合、今5、4、1ってなってるじゃないですか。これ全部足すと10なんですけども、レベルなんですけども、このスクリューサーペントは、さっきもどっかで言ったようにレベルを、テクチナスのレベルを1か1上げるか1下げるかできるわけですよ。つまりここ10なんですけど、盤面9にも11にもできると。でチューナーが2体いるんですよ。9でチューナーが2体といえばそうなんですよ、こいつね、これが出せると。まあちょっと今全くね、出す必要ないんだけども、解説のために、出しました。でここ3にして531でグリオンガンドと。これね、モンスターがね、3体とかいればもう一気にバーって除外できたりとか、まあ墓地のねガードも除外できたりとかすると。まあ今の盤面はこれハルバードキャノン作ればぶん殴ったら勝ちなんですけども、今回はちょっと解説のために出したと、いうことでご了承いただければというふうに思っています。まあ一応高校もグリガン入れとけば出せるよっていうことですね。出せるかもしれないよっていうことですね。まあその代わりスクルーサーペントが墓地に落ちていないと、落ちている状態でスクルーサーペントがフィールド上にいないとちょっと難しいよといったところでしょうか。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ルートめちゃくちゃ難しいんですよね。エクストラデッキのモンスター何入れるかも結構いろんなモンスター出せるんで、例えばサイクレームとかも出せるし、ナナシンクだったらデストロイサムライとかも出せるんですよ。別に出そうと思えばだし、まあもちろんね、12シンクロ、10シンクロだったら、このブレードガンナーだけじゃなくてアセンション、ドラゴンアセンションとかも出せるんですよ。なんでまあこの辺はね、ちょっと環境によってというかお好みで変えていっていただければなというふうに思っています。まあかなり、ね、汎用性が高いシンクロデッキなので、皆さんもぜひね、ミセラサウルスゲットしていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。